後でコメントを見ているので、よく下を向きます、ご了承ください。すいません、かなりなんか遅刻した気がする。11分かな、遅刻したかも。僕めっちゃ可愛い、おかしい、なんでだろう、僕めっちゃ可愛くないですか、ファンシーな感じ、めっちゃファンシー、何話すか何も決めてこなかった。みんな何のお話してます、他の子分かんないな、何の話しよう、どうしよう。こんばんは、こんばんはしか言わない人になってる。日常の出来事、日常の出来事、日常の出来事、特に ないんですよね。人生寝てる時間の方が多い人間なので、なんだろう、日常の出来事、寝るか、なんだろう、アイドル見るかの、何、人生を生きてますNGT48 フューチャーデーだったからルームが華やかかも。そうなんですね、かわいい。私の好きな、なんか紫、みんな一緒かないよ、紫になってかわいい。何も予定ないよ。何時間ぐらい寝てる？12から14か。あ、起きてる時間が4時間とか5時間とかっていう日はよくありますね。夢の話、夢？私その夢覚えてないんですよね。なんだろうな、なんか前メールでも話した気がするんですけど、基本的に私何、悪夢でも楽しむ人間なので、人間なんですけど、覚えてないんですよね、何見たか。記憶力がちょっと壊滅。声小さいかな、大丈夫ですか、頑張って声張るね。この世に私の怖いものってあんまりないので、悪夢も楽しめちゃう。ホラー系は平気です。なんかなんだろう、角に、なんだろう、グロくなければ。私オカルト大好きで、ちょっとあれあんまね顔映ってなかったり、オカルト大好きなんです
ホラー映画見るとかじゃなくて、オカルトが好きで、好きすぎて中学中はあれ中学か中学の時はずっとオカルトとか都市伝説とかそういうの調べてました。本当に好きなんですよ、オカルトとか。何信じてるとかそういうのじゃなくて、コンテンツとして好きです。うん、かな。飯とかは大丈夫ですか？全然大丈夫です。全然いける。虫は、あの雲とこの間写真撮ろうとしたんですけど、一緒の画角に写れず不思議な写真が撮れました。みんな何話してるんだろう。なんだろうな。なんか人生であんま人と会話をしてこなかったから、ちょっとあんまりお話が上手じゃないですよ。申し訳ない。何の話よ。もう私の話せる内容ってアイドルしかないんですよ。アイドルとかファッションとかメイクしかなくて。もうその引き出ししかないからどうしようかな。最近見てるアイドルさんの PV はいろんなの見てます。あの見返したりもしてるし、最近はあの AKB48 さんのあの久しぶりのリップグロスの MV 公開されたのでそれ見たりしてるかな。もうちょっとアイドルの話していいですか。ちょっとあのあまりにも引き出しが少なすぎる。めっちゃね、久しぶりのリップグロスの歌詞好きなんですよ。歌詞も好きだし曲調も好きだし、あのあれ久しぶりのリップグロス手書きなとこも好きだし、MV も好きだし、海とアイドルの相性ってめっちゃ良くないですか？めっちゃいい、最高と思って。何せ千葉エリーさんを推しだし大好きだし、私なんかちょっと切ない系の歌詞めっちゃ好きなんですよ。あの久しぶりのリップグロスとかのリップグロスのあのなんだっけ、結婚のところわかります？もうさっきまで聞いてたから、あれさっきまで聞いてたんですけど、結婚するんじゃないかおめでとうとしか言えないみたいなとこ、あと次の愛が眩しいよとか、なんかめっちゃ切なくてすごい好きです。あとあの AKB さんのセブンティーンって曲もうめっちゃ歌詞好きです。私好きな歌詞メモしててか喋る内容をすごいたくさんメモしたんですけど、昨日メモしたんですけど、めっちゃね書いたんですよ好きな歌詞。あのセブンティーンのやっぱり君が一番だ、このままずっと初恋の人とか、もうあ卒業アルバムのなんだっけどこだっけ右の端とか、
もうすごいですよね。もうどう生きたら本当に卒業アルバムの右の端っていう、もう心がギューッとなるエモくなる歌詞を お考えなさるのか。変な言葉遣いだったかな。おお、そう、不思議です。本当に素敵な歌詞をたくさん書いてらっしゃる。本当に好き。あと、またあなたのこと考えてたとか、AKB さんね、大好き、ずっと聞いてる。またあなたのこと考えてたわ。昔中学生とか塾とかから帰るときによく聞いてました。乃木坂さん の最後のタイトハグとか、あ、この最後のタイトハグの私歌詞大好きで、冷たくなったカフェラテとか、カフェラテのとことか、もうエモいですよね。エモい、エモいの使い方合ってるのかな。めっちゃ何切ないよ。何が聞きたいですか皆さん。アイドルの話はなかったらします。オーディションの話、オーディションの話か。なんだろう、なんだろう、ゆうなちゃんと最終審査の時にお話ししてたくらいかなと。でも私あの時コンタクトつけてなくて、どつきの、だからほぼ記憶ないんですよ。めっちゃ目悪いのにどつきのコンタクトつけてなかったから、何も見えてない、ほぼ何も見えてなくて、もうあたり全部白いもやみたいな。だからほぼ見えてないので、正直あんまり記憶ないんですよね。なんでつけてなかったんだろう。あの時握手会とかライブはどのくらい行ったのですか。めっちゃ行きましたね。それこそこの間お話ししたんですけど、西野七瀬さんの卒業コンサートとか、あとその次8周年のバースデーライブかな、乃木坂さんの4日目参戦したり、あとは峯岸みなみさんの卒業コンサートとか、あと目撃者公演にも入ったことありますし、一番好きな演目がちなみに目撃者公演なんですけど、入ったり、あと何したかな。握手会は前回も話したんですけど、白石麻衣さんと松村さゆりさん、堀美央奈さん、鈴木彩音さん、山崎怜奈さん、話し会だとかも、あと山下美月さんとか、あと渡辺梨沙さん、田村ほのさん、森あかねさんとか言ってました。あと NGT は、でも新潟では遠くて現場は実際行ってないんですよ。中井梨花さんのお話し会とかは行ってました。あとグッズも買ってたかな、梨花さん。あとね、柏木由紀さんと千葉恵里さんとか、話し会と握手会行かせていただいた方は柏木由紀さんとか、あと私田中美久さんの剣を持ってて、あと石橋由紀さんの、でもなんかコロナで延期になってしまって、その延期の日程が行けなくて、結局行けなかったんですよ。私イコラブさんは、野口ゆりさんは本当にたくさん行ってました。めちゃめちゃたくさんじゃないけど、よく行ってました。お話し会があるのが1週間の生きがいみたいな感じでした。お話し会と斉藤なぎささんとか大谷エミリさんの言ってましたね、加入前の。そんな感じです。こうや
声出し OK のライブは行ったことあるの？あります。それこそ乃木坂さんのライブとか声出し OK だったので、西野七瀬さんの時とか全然ゴリゴリにコールしてました。あの乃木坂さんの扇風機って曲のあーっていうのが楽しかった。せっかちなカタツムリのコールとか楽しかったな。ガールズルールとか、本当に握手会とか、あと握手会の券がなく、うん違うわ、ライブの券とかも、ライブのチケット持ってなくても物販とかに昔行ってたので、もう並ぶのには自信はあります。めちゃめちゃ並んだ。白石麻衣さんの握手会とかすごい並んだ思い出あるけど楽しかったです。すごい楽しかった。なんか白石麻衣さん見ると私こんな美人な方と握手したのか、本当生の白石麻衣さん細くて白くて顔がちっちゃくてめっちゃ可愛くてびっくりしました。もうめっちゃ目が大きかった。3回ぐらい行きました。あの握手会会場とかで流れてるあのそのシングルの曲とか聞くと思い出す。あ、西野七瀬さんの連めっちゃ並びますよね。行きたかったんですけどちょっと行けなかった。大阪白石麻衣さんの連とかもどこだっけ、あれかな、もう、ま、会場一周しちゃうんじゃないか、幕張の周り一周するんじゃないかと思った。すごい楽しかったな。でも一瞬ですけどね、一瞬でもすごい楽しかった。でも人生で一番楽しかったんじゃないかと。あ、橋本奈々美さんの善悪で一日並んで一言も喋らず吐かされた。それは大変だ。あ、橋本奈々美さん、うん、すごいですよ。絶対めちゃめちゃ並んでますよね。善悪って基本的にめっちゃ並んでません？めっちゃ並びますよね。懐かしいな、並ぶ時間と握手時間のさ。まあ、並ぶ時間も楽しいんでね。何枚出しとかしてたのかな、私覚えてないな。わかります、善悪入場するの大変ですよね。入場する前からなんか一つの会場を一旦ぐるぐるして外出てまたぐるぐるしてでやっと入れるみたいな。夏めっちゃ辛かったですよね。でもすごい楽しかったな。基本的に一人で行ってたって言おうとしたら違うな、友達と行ってたな。友達と喋りながら並んでました。懐かしい。チケットホルダーとなんかなんだっけ、推しメンタオルあれですね、つけてました。入場まで1時間とか待つの、1時間どころじゃないですとね。私たぶんね7時とかに並んで入場できたのが確か12時とかじゃなかった、11時とか12時で、7、8時から並んで11時12時で入場できて、握手ができたのがほんともう3時4時5時みたいな。でももう他の方も並びに行くので私並んでって感じでした。この日は本当に足折れるかと思った。そうなんだよ、楽しいですよね並んでる時間も。
もう何を話しようとか、それこそ乃木坂さんの曲とか聴きながら何を話しようと思ってワクワクしながら並んで、なんかね、あの方誰推しなのかなとかさ、あとあの推しメンタオルとかぶら下げてる方いらっしゃって、あ誰々さん推しなんだとなんか思ったりして並んでました。楽しかったな、本当に楽しかったな。1日複数人いけるの？ね、全額は CD 買うと1枚ついてて、1枚ついてて CD を何枚か買えばそれたくさんの方にお会いできます。私は何枚か買って、いつものコースは白石麻衣さん行って松村沙友理さん行って、あそこでもう大体結構遅くなっちゃった。時間がまだもうちょっとあったら別の方とか言ってました。グッズは何か身につけていったのかな。ああ、グッズはねつけてました。いつも加入前あ行ってる時はチケットホルダーと紙面タオルかなとか、その時に生誕ティーがあったら生誕ティー着てました。白石麻衣さんの生誕ティーとか着てたな。あの松村沙友理さんのいつのだろう、結構シングアウトぐらいのやつかな、なんか T シャツのこの辺に松村沙友理さんのお顔が描いてあるやつがあって、なんか何だったの、なんか丸い円形にお顔を描いてるやつって、それとか着てたな。懐かしい。え、松村先生さんお願いしてないのに頑張りマッチにやってくれて神対応だった。私もやっていただきました。テストなんだっけ、テストあるので応援してくださいって言ったら頑張りまっちゅんってしてくださいました。光栄すぎる、本当に光栄すぎる。しかもレーンから出るまで剥がしわーってなってるのに、レーンから出るまでずっと見ててくださって、本当に可愛かった。白石麻衣さんもめちゃめちゃ可愛いし、松村さんもめちゃめちゃ可愛いし、本当に私はこんなお綺麗な方たちと同じ空間にいていいのかって思って嬉しかった。もう会場入った時点で、あ、同じ空間って。あ、唐揚げ姉妹さん、目線も好きです。無表情とかめちゃめちゃ好きですし、本当に唐揚げ姉妹のお二人さん大好き。セーリングパンチ、あ、セーリングパンチもいただきましたよ。これはセーリングパンチしてくださいってお願いします。峯岸みなみさんの卒業コンサートも私行ったんですけど、あと宮脇さくらさんの卒業コンサートも行ったな。峯岸さんの卒業コンサートは本当に大号泣だった。めちゃめちゃ泣いたな。あの小島春菜さん、私好きなんですけど、小島春菜さんの足がめちゃめちゃ細くて、いや、もともとすごい細いなと思ってたんですけど、本当に細くてめっちゃびっくりした思い出あります。あとすごい白かった。峯岸みなみさんめっちゃ綺麗で、あの卒業コンサートの時の柏木由紀さんと歌ってらっしゃったまたあなたのこと考えてた、ブワーって感じです。本当。ブワーって感じです。ちょっと語彙力ない。
変って感じでしたし、あとなんて言うしたんだっけな、今忘れちゃった。あの大島優子さんが登場された時のヘビーローテーションのその演出すごい良くて、なんかめちゃめちゃかっこよかったです。最高。宮脇さくらさんの卒業コンサートはさよならの意味をやったのが乃木坂さんの、すごいめっちゃ意外で、えって思いました。やったって思いましたし、君はメロディーは君はメロディーでめっちゃ泣きました。本当にめっちゃ泣きました。でも私人生で泣くことってないんですよ。アイドルの映像を見て泣くくらいなので、自分のこととか一切泣かないです。ライブ行って感動して泣いて終わりなので、1年に 2,3 回さんのイコナイフェス2021年ですかに行った時にめっちゃめちゃ席良くて、私ちょっと呼び方が分かんない、ね、センターステージが構造的にこれいつものステージにこの花道ステージ花道ステージだったんです。この真ん中のステージの最前列で一番端だなので、右忘れちゃった、どっちだった、こっちかこっちか、なんかどこだったか、なんかとにかくなんか前だったんですよ。前の端でめっちゃなんか花道見えるしステージも見えるしみたいな、でめちゃめちゃもう野口伊織さんの私うちわ作って持ってたんですよ。本当にめちゃめちゃあのファンさをいただきまして、もう一生忘れられなかった、忘れられないですし今でも覚えてます。めちゃめちゃたくさんファンさいただいてすごい嬉しかった。確かね、ハート作って投げキッスみたいな、飛ばしハートこの作ったハートを飛ばしてくださったんですよ。嬉しいってなりました。めっちゃ嬉しかったな。楽しかった。野外、しかもめっちゃ雨降ってたんですよ確かその日。レインコート着てめっちゃ雨降ってるって思いながら楽しんでました。野外って楽しいですよね。雨降っちゃうとあれですけど、野外ライブ多分めっちゃ楽しい。曇りぐらいがちょうどいいかも。めっちゃ晴れてると暑いし、なんだっけ、雨降ってると寒いし、曇りぐらいがちょうど話で思ったんですけど、私ノットイコールミーさんのマホロバースタリスク大好きで、本当にめっちゃ良くないですか。でこのもともとマホロバースタリスク大好きなんですけど、野口伊織さんと佐々木舞香さんが、全国ツアーの時に歌ってらっしゃって感動でした。本当に感動、涙本当に、うん、あれをあのパフォーマンスを見た時に、人間ってなんかこんなに歌でなんだろう感動できるんだと思って、うん、あれは本当に私史上一番心に残ってる
ーマンスかもしれない。本当に好きです。マホロバースタリスクのめっちゃ好きな歌詞があって、なんだっけ、あのこの声はもう大きくなれないけど今だけ大事にさせて、めっちゃ良くないですか。もう本当に切なすぎ、ここになんか全てが詰まってる、切なすぎる。あと明日君と話すことをぐるぐる考える一人の夜とか、なんか切なくないですか。めっちゃ切なくて大好きなんですよ。私あの割となんていうの、失恋系の歌詞が好きで、どっちかっていうと暗めの歌詞が好きなんですよ。あでも野口ゆりさんのソロ曲の背景あなた様の歌詞めっちゃ好きです。失恋系ではないけどちょっと強め、強めの女の子の歌詞が好きです。カメオとか、なんだろうな、あの ねちょっと話が二転三転してしまい申し訳ないのですが、探せダイヤモンドリリーという曲がありまして、イコールあの携帯はあれです、コメントとあと自分が喋りたいことメモしたの読んでます。で、ね、探せダイヤモンドリリーどこだか、どこだったよりさんの歌い方のここが好きって、そう確かね、待って待って、どこだっけ、あ違う、な、探せダイヤモンドリリーじゃない、探せダイヤモンドリリーも好きなのでせっかくならその話し、街路樹色づく時だったの野口ゆりさんの目線の使い方、伏せてる目がパッて上がる感じ、なんていうの、めっちゃ好きね。なんかあの皆さんあのご覧になってない方は絶対見ていただきたいのですが、あの野口ゆりさんのメガネがめちゃめちゃ最高で、でも最初の方イントロぐらいのとこかな、 MV のあの、まあ、詳しくはね、あのみんな皆さん見ていただけたら分かるんですけど、野口ゆりさんがメガネで、メガネのイントロぐらいか、横顔が映るシーンがあるんですよ。最高最高。教室とかでさパッて横向いていらっしゃったら心臓止まっちゃう、キュンキュンで止まっちゃうよ。でも今ねこの話しながら必死にあのにやけそうなの隠してます。めっちゃねもう今気抜いたらすぐにやけちゃう。一番多分ねアイドルの話してるときは私は割と楽しそうな表情してると、特に野口ゆりさんの話してるときとか、あでも皆さんはそうか、あの探せダイヤモンドリリーの大谷エミリさんのカーディガンにメガネのスタイルが本当に本当に本当に好き、本当に最高だし、あの探せダイヤモンドリリーの大リリの佐々木舞香さんの前髪がめっちゃ綺麗で、ほんと一時期あの舞香さんを見て前髪切ってました。めっちゃ綺麗なんですよ、めちゃめちゃ綺麗。そうあのあれ思い出した、あの子コンプレックスの野口ゆりさんの願いただ一つの人な、じゃあ願いただ人じゃないわ、もうすべてはいらないのの イが好きです。これあの皆さんぜひ聞いてください、もうすべてはいらないののイです、イが最高なんて
お聞きください皆さん。イが最高。あ、で、あの代理人に話戻るんですけど、あの MV の、ダンスリップバージョンじゃない方の MV でちょっとドラマ仕立てになってて、本当に途中めっちゃめっちゃ感動する、めっちゃ感動するんですよ。高松ひとみさんが「行かないで」って言っちゃうからって言った時、本当涙腺ね壊れちゃうと思う。本当にもうめっちゃ泣いちゃうと思う。あ、そうです、皆さんあのノートご用意くださいね。授業みたいになってる。ノートご用意ください。待って、19時まで配信にしようと思ったのに、いつの間にか50分ぐらいになってる。早っ。55分になったらランキング読みます。はい、じゃあここからちょっとテンポアップでお話しします。テンポアップでお話しします。あの4周年コンサートかな、イコールラブさんの記憶のどこかでめっちゃ盛り上がりました。自分の中でで、記憶のどこかでも私好きな歌詞がありまして、綺麗になったなんてその手口は何回目って、最高、めっちゃ最高。私あのずるいよずるいね、私めっちゃ好きなんですよ、イコールラブさんのね。このもう歌詞がさ、一つ一つ何切なくて、ライブとかで聞くと毎回なんか感動するって言います。切なくなっちゃう。最後のあなたの嫌いな色をまとい、二人で見た雪をまとうっていうとこがあるんですけど、もうさ、最高、最高に切なくないですか？この表現が大好きで、すごい最近好きというのはロックだぜとか、ロックだぜ乃木坂さんのね、この夏めっちゃ聞いてます。あの TikTok に上がってる乃木坂さんの山下美月さんのなんだっけ、ソロで歌ってるやつかがあるんですけど、まあ、ずっとニコニコで、あーアイドルってこういうことだよなと思ってめっちゃ勉強になります。めっちゃニコニコで可愛いんですよ。山下美月さんのエクボが好き、よかったら見てない方もご覧になってください、お願いします。あのそう、最近ハートの脱出ゲーム AKB さんのにまたハマり出しまして、よく聞いてます。木崎ゆりやさんが好きなんですけど、私木崎ゆりやさんのセンター曲で結構めっちゃ好きです。コールしたくなっちゃいますよね、このご時世できませんけど。あー危ない、友達でいられるなら AKB さんのめっちゃ好きで、てか好きな曲の話しかしないんだけど、ごめんなさい。めっちゃ好きで学校帰りとかよく聴いてました。島崎遥さんの歌い方なんてアクセントの付け方めっちゃ好きで、真似しようとしたけどできなかった。真似しようとねする節があるんですよ私。でも絶対できない。
き踊り覚えて踊りたいとか思って練習してもなんかやっぱ同じ違うんだよなって思って、できなくても。乃木坂さんの君に叱られたとか、コールラブさんのずるいよずるいね、手遅れコーション、AKB さんのノーウェイマンとかすっごい踊りたくてめっちゃ練習したんですけど、昔ね、めっちゃ昔ね、できなくて諦めました。君に叱られたはちょっとだけできる。山下美月さんのパートちょっとだけ、ほんのちょっと、1ミリも満たないぐらいだけど、グリーンフラッシュとか好きだな。柏木さんと小島春菜さんの声の相性が好きで、グリーンフラッシュいいですよね。あと声の相性で言うと、唇に Be My Baby の山本彩香さんと小島春菜さんの声の相性が好きです。本当に本当に好きです。めっちゃここは本当に好きで大好き。ここの山本彩香さんと小島春菜さん、マジスカ学園で私めっちゃあれなんですよ、青春で。マジスカ学園がいまだにあのラッパッパに入りたい、いまだに入りたい。大好きですマジスカ学園。だからね、あのなんだっけ、あなんだっけ、出てこないの。入りたいんですよ、ラッパッパ。なんだっけ、今一瞬名前忘れちゃった。あ、青春と気づかないまま。まあ、あの確かにマジスカ学園2かなの最後のエンディングの曲で、エンディング違うな、最後の曲で、最後に流れてたんですよ。でその曲を聴いて、その聞いてっていうか、その曲聴いてめっちゃ卒業式の人が帰ってました。いまだにあのラッパッパに入る夢は諦めてないです。絶対ね、諦めない。君のことが好きだからの、あのイントロのジャン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 とかさ、イヤホンペッペッってやりがちじゃないですか。どうですか。私はやりがちです。やりがちっていうか、やっちゃう。あとあれだな、7回目のレミゼもうすごいめっちゃうまく歌いたくて、 AKB さんの。でもあれすごい歌うの難しいんですよ。めっちゃ難しかった思いである。マジスカ学園で誰になりたいか、やっぱそれはね、あのゆうこさんって言おうとしたけど、私はゆうこさんをそばでみたいな、あのマジスカ学園の世界に入ったらそばでみたいから、ラッパッパの誰かになりたいな。佐藤さんとかかっこいいからなりたい。鳥小屋さんめっちゃ好きだった。あとね、なんだっけ、あ、なんだっけ、ネズミさんの真似してた一時期。もっと前だわ。もっと前の時にわざとフードかぶってキュンキュンパしながら歩いてた。歩いてたな。今思うと不審者ですよね。やってたな昔。ありがちじゃないですか、ドラマとか見てあれぐらいの年ってめっちゃ影響されません？はい、ってことで
ん自分の好きな話ばかり。ランキング読みます。何せ私漢字英語が弱いもので読めなかったらごめんなさい。13位、天むすさん、ありがとうございます。12位、テキーラさん、ありがとうございます。11位、文生さん、ありがとうございます。10位、ゆめのすけさん、ありがとうございます。9位、おばちゃんさん、ありがとうございます。イントネーション合ってるか。8位、ひろぽんさん、ありがとうございます。7位、あきら先生さん、ありがとうございます。6位、あ待って、私めっちゃ漢字弱い、漢字じゃない、英語弱い、ベアーで合ってる、合ってるかな、多分ベアーだよね、ベアーだよね、合ってます。皆さんこれは、あ合ってるよね、ベアーさん、ありがとうございます。すいません読めなかったありがとうございます。5位、プルメリアさん、ありがとうございます。え待って、またもしかしてランキング変わった、ゆっくり読みすぎちゃった、嘘、待って最後まで読む。4位、 J さん、ありがとうございます。8位、あなんかめっちゃ絵文字寝てる、しゃーん、ありがとうございます。なんだろう、なんて読む、おやすみさんでいいか、ありがとうございます。2位、からぽよさん、ありがとうございます。1位、はくたかさん、ありがとうございます。読み忘れないですか、それか、あのあれ変わっちゃったから、あれ12位の方は読んでないかもしれない、あれランキング変わっちゃったので多分読んでない方だけ見ます。12位、パパさん、ありがとうございます。全員読んだかな、きっと。オッケー、2分ある、2分ある。てか少女たちを聞くとめっちゃ懐かしくて心ギュッとなりません？なんかよく聞くんですけど、なんか懐かしいんですよね、めっちゃ好き。2分あるね、あ2曲語れる。あの正義の味方じゃないヒーローめっちゃ好きなんですよ。あの時の、あ梅田さんの、梅田チーム B、 チーム B かな、梅田さんのキャプテンの割とめっちゃ好きなんですよ、割とっていうかな、結構好きで、正義の味方じゃないヒーローとかめっちゃね、小島春菜さんがチーム B なの結構意外じゃないですか、チームずっとチーム A だったじゃないですか、なんですけど結構ね好きなんで、小島春菜さんのチーム B もめっちゃ好きです。あの時確か渡辺真由さんチーム A でしたよね、ほんともう A にどこのチームに、でも私ゆきりんさん、ずっとゆきりんさんだって、ごめんなさい、柏木由紀さんずっとチーム B なのすごいですよね、めっちゃね。でもチーム B さんの雰囲気すごい合ってる気がする。あ、19時になりました。では皆さん、あのよければ私が今日お話しした曲、あの覚えてらっしゃったらぜひ聴いていただけたら嬉しいです。探せダイヤモンドリリーのイコールラブさんのの MV はぜひご覧ください。メガネ姿の野口依織さんが私は好きです。ではありがとうございました。